はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、ちょっと自分の中では、初かな。はい、ちょっとね、毛色が違うんですけれども、自分の動画とはね、はい、ちょっと美少女フィギュアの方をね、ちょっと購入しました。はい、まあ、なぜ購入したかというのをね、まあ、後々、説明させていただきますが、とりあえずね、商品見ていきましょう。はい、こちら、はい、ドン。はい、こちらね、自分は全然、知らなかったんですけど、まあ、ネット動画でね見て、ちょっといいなと思って、ちょっと購入しました。これの名前がね、どういう読み方が正しいのかわからないけど、 A-Z って書いてコロンで B、 A の Z、 B、 AZB っていうのかな、わかんないけどね。はい、そういう呼び方のやつですね。はい、なんかシリーズものっぽいですこれ。はい、で自分はね、ちょっとこの子がねすごい気に入ったっていうか、気になったっつうかね、うん、まあとりあえずこう見ていきますと、はい、まあ、もろに、美少女フィギュアっていうのがわかると思います。はい、うん、まあ、でもねこれはね、まあ、制作とかね造形師が、日本人じゃないっていうね、はい、中国だか韓国だか台湾だかどっかのね、はい、とにかく日本人じゃない人の、フィギュアですね。はい、まあ、自分もね、海外の、かっこいいね、フィギュアとか、別の動画でも紹介してますが、まあそれと同じような立ち位置なのかな。とにかく、日本のメーカーが作ったものではないと。はい、なのでね、ちょっとね、なぜ私がこれを買ったかっていうのをね、はい、まあ開封し終わった後に説明させていただきたいと思います。とりあえずね、台座、一回転させてみたいと思います。はい、ということでね、外箱を一回転させました。はい、まあ、ここのね、底面にも見えます通り、まあ、半金シールはここについてますね。はい、で、これ説明書きがね結構やっぱり中国語なんですよね。っていうことはやっぱ中国製なのかな。まあ、一応日本語の訳も入ってます。全高が25センチですね。250ミリ、7分の1スケール。これは猫って猫、うん、メーカー名どこなんだろうな。うん、あ、でもグッドスマイルカンパニーが代理販売してるって感じですね。はい。一応ね、フィギュアの、箱の上からシールで貼られてますね。はい、どうやらグッスマが、販売元ですね。うん、はい、だから何かあればグッドスマイルカンパニーにご連絡くださいと。はい、For sale in Japan only。まあ、この商品は日本
だけですよってことですね。はい。でまあ、裏はねもう至ってシンプル、うん、何の、柄もないし、これが多分メーカー名なの。マイエーソース、まあ、うん、ということでね、早速、これを開封したいと思います。ではね、箱から出してブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、箱から出してみました。はい、一応ね、フィギュアの、ブリスターに、台座のブリスターが裏に入ってましたね。はい、結構台座はゴツゴツした感じの岩をモチーフにしてるのかな。うん、はい。でまあフィギュアと、あとね、説明書が入ってましたね。やっぱり、中国語って書いてありますね。うん、まあ一応日本語でも説明書きが入ってます。はい、こんな感じで組み立て図がね、入ってました。ではね、早速、開封してみていきたいと思います。はい、開封しました。はい、ではね、台座の方から見ていきたいと思います。はい、こちら、はい。やっぱりね、ゴツゴツした岩の感じを表現してますね。うん、裏は特に何も書いてない。はい、で、ここになんかエンブレムですかね、はい、ブレード、はい、台座自体はすごい軽いですね、うん、はい、で台座で、もう一つが、こちらですね、はい、これは、何でしょうね、銃剣、鞘、うん、武器の刀の鞘みたいなやつですかね。それが合わさったような、すっごいなんかなんていうんですかね、スタイリッシュかつ、洗練されたデザインの、武器ですね。これかっこいいやな。銃と鞘を一緒にしているっていう、かっこいいなこの武器。実はねこういう武器も、自分の、ちょっとね、心をくすぐってしまったんですね。かっこいいんですよなんか武器が、うん、しかもよくできてるよね。文字とかもしっかり入って、塗装もしっかりね、うん、はみ出しもなく綺麗にされてますね。はい、で、もう一つが、武器の、刀の方ですね、ブレード。これもすごいね、進撃の巨人のあの武器みたいなやつがついてますけどね。これはなんだろう、うん、でもかっこいいんだよねこの武器もさ、ほらこういう日本刀みたいなね感じがするんですよ。実はね自分がこのフィギュアを買ったのはそこなんですよ。自分は日本刀が好きなんですよね。はい、刀っていうの、うん、ブレード、はい、武器の中で一番好きなんですよね。なのでワンピースでもゾロが好きとかね、あと作品だとナルトとか、あとブリーチとか、はい、そういう刀が出てくるやつが好きなんです。まあ、ルローニケンジもね、はい、フィギュアで紹介してますけど、とにかく本当刀が好きなんでそっちの方に目がいっちゃったんですよね。はい、
てかっこいいと思ってね、かっこよさで買っちゃいましたね、いやーこれはデザインも素晴らしい。この反りがねちゃんとあるっていうのが素晴らしいね。日本刀みたいな反りがあるんだよな。これをどう扱うのか知りたいよな。ここにトリガーみたいなのがあるんだけど、これ何なんだろう。すごいな。はい、で、本体ですね。はい、こちら。いや本体もこれすごい出来が半端ないっすね。これねめちゃくちゃいい出来。いや素晴らしい。このフード付きのジャケットもねすごいね。このシワとかの造形が半端ないよこれ、波打ってる感じとかねすごいよく表現されてますね。こういうバンドとかもね細かいね。でベルト部分とかね。うちのこれジャケットなのかホルダーなのかわかんないけど何かが入っている。でここもバンドで留めてあるんですよね、なんかホルスターみたいなのかわかんないけど。でそこに、こういうね、ちょっと目立つ部分がね強調されてるんでね、はい、まあ、そこも好きです。はい、であとねこの、ここにもなんだろうね学生服の紋章、ね、なんでなんだろうね交渉っつうのかな、わかんないけど。で、ここ首元にはマフラーが、つけてありますね。こう一周回って後ろで巻いている感じで、そこそれによって多分髪の毛が長い子なのかな、はい、そこの中に入れてるんでねちょっとここふんわりしてるエアリー感が出てるんですよね。そこの造形もまた素晴らしい。ここもちゃんと表現してるってすごいな、ちょっとこう後ろもねファサーって感じでふわっとしてるんですよ。ふんわり感っていうのかな。もうすごいこれ。でジャケットのフードね、こういうフードも好きなんですよ自分。フード付きのパーカーとかも好きですしね、とにかくフードが付いてるものが好きですね。いやこういうベルトとかもねちゃんと表現されてる。でここはなんかバーコードがついたなんかが、取り付けられてますけど、これは何か意味があるんですかね、多分そういう物語のストーリー性があるのかもしれないね。で太ももにつけてるこれガーターベルトっつうのかな、そこになんかこういうポーチみたいなのが入ってますね。これもねチャックとかがねちゃんと表現されてるんですよ、すっごい細かい。で、ローファーですね、すごいテッカテカ。逆に綺麗なぐらいテカリがすごいですね。反射するぐらい、景色が反射するぐらいテッカテカ。逆に綺麗なこれ、で靴下もね、短めの、ソックス、はい、でまあね、まあスカートの中はね、見せませんよ、結構動画的に NG になっちゃう。
で問題のお顔ですけれども素晴らしい。もうピンク色の瞳でね、うん、すごいアイプリントはねすごい上手に入ってる。これで 口のところもねうっすらとね、色が着色されてるんで、ほんとこれよくできてるな。顔もめちゃくちゃ可愛い顔してるよね。これはあの何なんだろうね、なんかエヴァンゲリオンに出てくるあれみたいねまああれといえばわかるだろうけどはい、いやすごいこれ、いやあのね、まあ、自分が買った理由は本当この武器を中心に見て、ちょっといいなと思ってね。で服装も結構かっこよかったんでね、女の子にしのキャラとしてはすごいかっこいいの着てんなと思って、うん、あとねこういう、女性の部分的なものとかね、あと顔とかはそういうところはね、全くもってね、そういう、自分が選ぶ基準には、もろに入ってましためちゃくちゃ可愛いなと思ってねドストライクでしたよこれいやめちゃくちゃこれ可愛いな。こういう二次元だけどね、二次元でもこういうね、ほんと萌えっぽくないようなクールな印象のこういう可愛いフィギュアっていいですよね。美少女フィギュアってなんかすっごいやっぱね、向こうのデザイナーってねやっぱ日本人とのあれ感性がちょっと違うのだろうけど、ほんとクールな感じに仕上げますよね。いやこれいいわ、ほんといいわ。はい、じゃあちょっとね、武器とか、そういう手をねつけないと話になりませんね。じゃあ手をつけて台座につけて、まあ、サイトをね見ていきたいと思います。はい、全部ね、ちょっと取り付けてみました。はい、こんな感じですね。はい、台座にはめるとね よりねこのローファーのデカリが強調されてますね、うん、ピッカピカで、この武器ね、いやーすっごいごつくてかっこいい。これこのね頭の上までこう反り立って、いやこの武器欲しいわこれで、ブレードね、いやこれもやっぱすっごいなー、かっこいい。うわー、いやこの子もかっこかわいいよな、かっこかわいい。いや素晴らしい、素晴らしいよ本当。はい、うわこれはいい。ではね、背景を綺麗な感じにして一回転させて終わりたいと思います。一応ね自分の中で初の美少女フィギュアということでご紹介させていただきましたが、先ほどもね言いました通り自分結構刀がほんと好きなんでね、それ基準に購入する場合があるんですよね美少女フィギュアは。一応ねまだ発売はもうまだ全然先の来年になっちゃうんですけど、1個予約してるやつがあるんですよね、それが、もう今画像に出てると思いますが、フェイトから出てる、沖田総司ですね。フェイトグランドオーダーから沖田総司、はい、あちらのね刀を構えたポーズ、あれめちゃくちゃかっこいいなと思ってね、
一目惚れして即予約しちゃいましたね。はい、といった感じで本当あの刀が好きなんですよね。はい、なのでそれに合う、フィギュアだったら、男女問わず買っちゃうっていう感じですね、私の場合は。うん、まあということでね、では、早速、回転台座回してお別れしましょう。チャンネル登録もね、ぜひお願いします。では、今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。消せないまま心の鉛が積み重なる。どれだけ